は私、早朝のとある地下鉄駅、そこに居合わせた3人の男女、元社畜、おりん、付き添い人、悟り様。よくわからん、佐藤さん。繰り返される絶望、襲いかかるかい。果たしておりんたちは無事に脱出できるのか。本編レッツゴー。というわけで脱出の糸口が見えて一安心のゆっくり悟りと、元社畜おりんなのだです。さて、とにかくやることはわかりましたよ。もう一回おさらいしておきましょう。そうね。要はこのループに生じたバグをつつきまくってループに不具合を起こして脱出しようってことですよね。ダッツグレート。そのためにやることはここに書いてあるわ。異変、つまりバグを見つけまくって、見つけたら引き返す。これで脱出できるのかはわかりませんが、やるだけやってやりましょう。そうね。これまで見つかった異変は2つ。1つ目は消灯イベント、そしてもう1つは双子イベント。見た感じ命は奪ってこなさそうよね。そうですね。双子の時は接触こそありましたが、あの、佐藤さんの様子変じゃないですか？なんだか早くない？ちょ、佐藤さんどうしたんです？佐藤さん。ちょ、逃げましょう。うわぁ、突っ込んできやがった。ほら。おりんってば。うわぁ。あ、また気を失っちゃいました？そうみたい。命に別状はないにしても異変には触れない方が良さそうね。まだフラフラします。とりあえず3つ目の異変、高速佐藤さん達成ですね。なんですこれ、まだ寝ぼけてる。いえ、これも異変みたいね。たくさんの禁煙広告。なるほど、これで1個はっきりしましたね。はっきりって何がよ。異変は何にでも起こるってことですよ。多分ポスターとか細かいものにも発生するんでしょうね。なるほど。確かにそうね。より一層周りを見ておかないと。これも脱出のため、幻想郷に帰るために、いざ探索。よ。あれ？どうかしたの？正面の壁、なんか変じゃないですか？言われてみれば、佐藤さんは何事もなく通り過ぎたけれど、これって、わ追いかけてきたんですけど、逃げるのよー。次のループに入っちゃえば消えるわ。早い。もう勘弁してくれー。お前しつこいぞ、早く消えんかい。は、危なかった。マジで危なかった。ああいう変態もいるって勉強になったわね。ほんと泣きそうですよ、まったく。ちょっと待ちなさい。え？浮気も、なんだこのポスター。これは、直接的に怖がらせに来たわね。こんな不気味な演出もあるなんて、なんだか海外のホラー映画に出てきそうですね。あ、うっす佐藤さん。ちょっと近づいてみましょうか。近くで見るとなお不気味ね。悪魔に憑依された人みたいになってますね。おお、怖い。というわけで壁の不気味なポスター確認ね。めちゃくちゃ不気味なのでできればもう会いたくないんですけれども。そうね。というわけでぐるぐる回っております。結構回っているけれど、まだ脱出できそうな雰囲気はないわね。そうなんですよねー。こればかりは気長にやるしかな。あれ？佐藤さん。なんかでかくなってない？ですよね。成長期来たんでしょうか。あの年で成長期か。成長痛には気をつけた方がいいわよ。あの、そういう問題ではない気がするんですよね。気のせいでしょうかね。何を言ってるのよ。何事も臨機応変に対応するのが大人よ。大人か。さて悟り様、ここから出るためのバグ探しですが、現在私たちは致命的な間違いを犯しています。というと？異変見つけても引き返していません。まあまだ探索始めたばかりだから許してあげてね。とか話していたら見つけましたよ。床の展示ブロックが増えてますね。こんなところにも変化が現れるなんてね。よし、今度こそ異変を見つけたのであえて引き返します。はい、ようやく理解してきたわね。このループの仕組み、わかってきました。これで脱出できる。あら？わかりやすい箇所が変わってるわよ。あ、ほんとだ。出口表示が反対になってますね。私はですが、これはよく見ないと気がつかないかもしれませんね。今回は見つかってよかったじゃない。ですね。そしてここの出口表示番号ですが、異変を見つけて引き返す、異変がなくて進む。正解するとカウントが増えるシステムのようですね。このループの仕組みがだいぶわかってきたじゃない。じゃあ仮説をもう一つ。なんです？ここにある出口表示板の出口番号は8。ということは出口表示番号が8になれば。あ、つまり8回正解すれば、ここから出られるかもしれないってことですか。これはあくまで仮説だから真偽はわからないわ。でも、可能性は十分にある。そこにかけるだけの価値はありますね。にしても私たちをここに閉じ込めた奴は何を考えているんでしょうね。わからないわ。ひょっとしたら自分が考えたゲームを誰かにやって欲しかったんじゃない？これだけ作り込まれた怪異なのよ。実機テストもしてみたくなるってもんなんじゃないかしら。それに巻き込まれたってわけですか。犯人見つけたら容赦しませんよ。まったくよ。落とし前はつけてもらおうじゃない。
いちょっと待った。今明らかに違ったわよね。脳死で周回するのは良くないですね。異変があったので戻ります。はい、次は見逃さないようにしときなさいよ。任せておいてくださいよ。順調ではないですが、だいぶ慣れてきましたね。そうねー。まだ出口表示番号1だけどねー。ふん。なんだ。あそこは、従業員の詰め所だったかしら。開いたんですけれども。本来なら戻るところなんですよねこれ。あ、うっす佐藤さん。行くの？だって、気になるじゃないですか。ここに入るとどうなるのか。正直めっちゃ気になるわ。脱出の裏ルートかもしれねー。じゃあ行ってきます。おんより、おりん落ちてよ。もうちょっと。は、しまった。また気を失ってしまった感じですか。そうみたい。でもって脱出はできなかったわ。そうでしたか。しかし11個目の異変確認ですね。にしても悟り様って。どうかした？気を失ってから目が覚めるの早いですね。大人の余裕ってやつよ。さすがで。ここ開いてない？従業員専用のドアですね。うわぁ、びっくりしたんですけれども、人いたんですけれども、最初何が起こってるのかわからず呆然としてたでしょ。こんなん呆然としますって。めちゃくちゃ嬉しそうだし。よく見たらたまに見かける清掃員の田中さん。こんなところで何をしているのでしょう。彼女もまた、このループの一部なのでしょうね。佐藤さん以外に人間がいたってことにびっくりしましたけれども。でもってあなたはいつまで佐藤さんのところにいるのよ。待ってたら何かしらのアクションがあるかと思ったんですけれども、どうやらなさそうなので次行きましょう。あれ？異変見つけたら戻るんじゃなかった？忘れていたがためにカウントが0になってしまいましたが、覗き魔田中さんのインパクトが強すぎたわね。まったくですよ。ほんと心臓がキュッとなります。てなわけで異変を探しているのですが、あったわね。この監視カメラ、光ってなかったわよね。そうですね、しかも追尾してきます。だいぶスローペースではあるけれどもね。よし次だ次。この世界に来てだいぶ長い時間が過ぎましたね。確かにねー。そろそろ脱出したいところではあるけれども、意外と異変を見つけるのが難しいんですよね。変化が小さかったりすると見逃します。こんなところに。へぇ、詰所のドアノブが変わってるわね。詰所はさっきも異変がありましたね。まさか同じポイントで2つの異変が起こるとは。何があるかわからないものね。そんでもってまた先に進んじゃいましたよもう。あらら、慣れるまでは難しそうね。もういっそ開き直ってどんな異変があるのか片っ端から見ていってやろうかな。佐藤さーん。佐藤さんどうしたんです？バグってますよ。ひー、顔が消えてずれて。佐藤さん大丈夫？痛くない？佐藤さんってば、大丈夫なんですか？応答がないわ。佐藤さんはもう、よく見たら脳みそまでスカスカですし。そうか。佐藤さんにもこんなバグが出るなんて。くそ、なんとしても脱出しますからね。待っててください。まあ、ループすれば元には戻るんですけれども。突然スンってなるの怖いからやめましょう。どんな時にも冷静に物事を見て、理解し判断する。今日悟り様から学んだことです。おりん。あなた、異変見っけ。じゃあ次行きましょう。あなたって子は本当に。あ、佐藤さんこんにちは。あ、こんにちは。いつも朝早いですね。は？佐藤さんからアクションもらったんですけれども。あ、あれすらも異変なわけ？でしょうね。今回は何かあるかな？消灯イベント？いや、これは点滅してるだけですね。新しい異変発見ですよ。こういうシンプルな異変も怖いわね。一定間隔でチカチカする照明たち。恐ろしいですね。佐藤さんは通常運転ですけれども。本当にね。ふんふんふん。さっきから異変という異変に出会っていないけれども。そうなんですよねー。なんです。誰かいるんです。逃げましょう。多分ろくなやつじゃないわ。超びっくりした。ループに閉じ込められて早1時間ほど、過去最高に心臓が跳ね上がりましたけれども。はあ、びっくりした。パッと見た感じ異変があるようには見えませんが、時差で出てくるのもあるから厄介よねー。これは初のパターンですよ。しかし広場が引き返せに、これくらいド直球なご指摘だとありがたいんですけれどもね。ねえ。なんですなんです。じゃあ、こうでよ。逃げてー。なにかなー。てか、佐藤さーん。あんたー。おりん、生きてる？おりん、行った。なんか一体、何したんです？起きないからおまじないをかけたの。物理的な。まあそうなるわね。
もうちょっと優しく起こしてくださいよ。だって、起きなかったんだもの。はぁ、ひどい目に遭いました。ほら、探索続行よ。了解です。佐藤さん洪水でも流されてませんでしたねー。ある意味最強の男よね。まったくですよ。さてこのループには何か変化はあるんですかね。わかりやすい変化だったらいいのだけれども。ふーむ、なさそうですね。じゃあ次に。あれ？ここの壁って何かなかった？確か分電盤室？がありましたよね。危ない危ない。見逃すところだったわ。これは、またわかりにくい変化ですねー。アルバイト大募集の広告が、こんなことに、変化が細かくなってきましたよ。何か変化はないですかねー。え？ちょっとおかしくない？はい、何がです？特におかしいところはなかったですけれども。ほら、ポスター動いてるわよ。ちょっと近づいて確認してみますか。ああ、確かに、動いてますね。全然気がつかなかった。これは言われないとわからないわね。えっへん。さすが、すごいです、悟り様。えっへん。佐藤さんは今回も元気そうねー。っていうか展示ブロックおかしくなってません？ん？あ、よく見たら、なんだか顔みたいになってない？そういえば展示ブロックの変化は配置が変わるやつだけでしたね。なんだかこれを踏むと申し訳ない気持ちになるんですけれども。ご利益ありそうな顔してるからねー。なんだか排気口から垂れてきてない？うわほんとだ、血液みたいで不気味ですね。真っ黒だし、石油でも湧いて出たんじゃない？地下鉄の排気口からですか？トップニュース間違いなしですよ。火つけたら脱出できたりして、物理的にこの空間を消し飛ばそうとしてません？あ、佐藤さんこれは冗談ですからね。冗談です。何かないかなー。早く出たいなー。特に何もなさそうなんで次行きますね。はい。お前、ついてきてるな。言われてみれば他のポスターより離れてるわね。こいつなかなかやるな。はいはい、異変で遊んでないで次行くわよ次。なんだか可愛く思えてきました。今回も変化なさそう？そうなんですよねー。佐藤さん。めっちゃ笑ってて笑う。早朝出勤でこんなに笑ってる会社員初めて見ましたよ。きっと何かいいことがあったのね。よかったよかった。見てくださいよこの屈託のない笑顔、可愛いですね。佐藤さんに先あれ。というわけで次のループでございます。何かあるかしらね。ん？これ、ありました？あ、顔があるわね。これは初めて見つけたわ。ですよね。結構不気味なんですけれども。これは比較的わかりやすいわね。なんで今まで気がつかなかったのかしら。盲点でしたね。次のループにて佐藤さんチェック中です。特に何もなさそうだったけれど。そうですね。それ以外に変化は見つかりませんし。お前、今こっち見たよな。うわぁ。これは初見じゃ気がつかないわね。こんなんわかるわけないですって。偶然立ち止まったから気がつけましたよ。しかも移動してもすぐには目を向けないっていうね。悪魔ですか？というわけでこれで出口8です。おお、本当ね。あ、出口ですね。ふい。よかったよかった。これで待ち合わせ場所の南部公園に行けるわ。では、脱出です。
空